はい、おはようございます、ネギシコです。ということでね、今日はあれよ、例のゼロ円企業で、ゼロ円で起業するっていうシリーズの、まあ、お寿司屋さんを出すって言ったじゃん。やっぱりね、お寿司屋さんを出すのはいいんだけど、やっぱ重要なのは結構魚の仕入れ先でしょ。結構ね、普通の一般の一元さんだったりとか、一般のお寿司屋さんとかには魚を下ろさないっていう会社とかもあんのよ。結構今日はやっぱせっかくさ、結構1人2万円とかが取るお寿司屋さんで、まあ、やっぱり高崎っつったらここみたいな一番のお寿司屋さんにしたいから、まあ、どうしても入れたいマグロ屋さんとかがあるわけよ。そこに今日ね、直接直談判に来てる、交渉に、うちに魚を下ろしてくださいって。でそれって結構すごいことなんよね。まあ、有名なマグロ屋さんだから、まあ、なんでどうなるか分かんないけどね。ちょっと今マジでアポなしで、今日行って交渉行って、まあ、そこの魚とかがね、仕入れられるかどうかっていうのをね、みんなにね、提供するお寿司を、いいお寿司が出せるかっていうの結構かかってるから、ちょっと行ってきたいと思います。ただ豊洲は撮影が基本的に禁止なんよ、中だから、まあ、あんまりね、中は撮れないんだけど、の前にとりあえず腹ごしらえで豊洲で朝ごはんを食べたいと思います。で、職人の大将の前田さんと一緒に行ってきます。海外組がまだ来ないからね。あ、そっか、インバウンドが取れないですもんね、うん、確かに。じゃあ、この間やっぱ築地豊洲浅草で高いですね。うまいわ、やっぱ寿司だわ。一番うまいわ、寿司が。しかもこの朝7時から寿司食えるっていう幸せがね、やばいね。いや、うまかったわ、朝から寿司食えて幸せ。でまあね、これからそのまあね、本当に有名なマグロ屋さんだったりとかのところに、まあ、仕入れさせてくださいと頼みますと。群馬のね、海なし県だけど、どうしてもここのマグロが食いたいんですと交渉しようと思うんだけど、まあ、どうなるかわからないけどね。まあ、俺が最も得意とすることが交渉なんで、そう、最も得意分野。ちょっと楽しみでさ、何、ちょっと一個言っていい？本当にこれさ、見てる人さ、舐めてると思うんだよね。群馬で2万の寿司屋かよ、ふざけんなみたいな、高いよと思ってる人いるかもしれないけど、マジでこの職人さんの前田さんって言うんだけどね、マジ前田さんすごいから。まず JAL の機内食とか考えたりとかね、頼まれたりして考えたこともあるし、あの小泉総理いるでしょ、元の目の前でこの料理作ったこともある人だから、まあ何が一番すごいかってさ、その人を見っけてきた俺よね、やっぱり最後ね、前田さん。まあということでね、もう楽しみですよね、オープンがすごいのやっちゃいますから。じゃあ行ってきます。撮影多分 NG なんで、結果楽しみにしてて。1時間ぐらいかかったわ。もうこの表情見てわかるでしょ。な、何どうだったかわかるべ、この表情見て。最悪だったの。え、交渉成功ということで、まあ、めっちゃ楽しかった。こう中撮影できないのがちょっと残念だったけど、結構ね、面白かった、めちゃくちゃ。まあ、警備員がっちりでかなり警戒してたけどね。まあ、ということで、もうめちゃくちゃね、もう本当にもう名店、もう超予約困難店とか超名店だったり一流店とかがかなり仕入れてるマグロ屋さんを、まあね、さっき挨拶行って、まあ、めちゃくちゃね、交渉して、まあ、仕入れさせてもらえることになりましたんで、俺超嬉しいんじゃない、群馬の人は。でウニとかもめっちゃいいところのウニを仕入れることになってるし、うなぎだったりとか、まあ、五島列島の方からね、白身魚だったりとか もう全部入れることになってるから、まあなかなか群馬ではかなりいいお寿司屋さんになるんじゃないですか、ゼロ円企業の。まあ企業はゼロ円だけど、俺の気持ちは 120% 入ってるんで、前田さんお願いしますね。もういいお店を。はい、頑張ります。これどんぐらい来るんですか、仕入れとかで。初めは店があれなんで、うん、でまあ1週間にとりあえず1回取れて、まあこれからまあ、いやちょっと徐々に来ないと相場も分かんなくなるんですけど、それは徐々に営業しますね。はい、職人さん週1ぐらいは最低来なきゃいけないのでよ、こう仕入れとか顔見せにね。今日結構良かったですよね。はい、いい感触だった。あとやっぱりこの前田さんの経歴を言ったら、ああここでやられてたんですかみたいな感じだったんで、まあ、それもかなり後押ししたね。まあということで、まあ、ゼロ円企業、次の動画はおそらくこのお寿司屋さんのゼロ円企業シリーズに関しては、内装が出来上がったタイミングでどんなお店ですよとかっていうのが多分出てくると思うんで、
まあ、ぜひね、金額とかも全部公開したいと思うんで、ぜひお楽しみにしておいてください。ということで、今日はね、次も12時から群馬で打ち合わせ入っちゃってるんで、帰ります。まあ、交渉は無事成功でしたということで、みんな食べきてね。まあ、紹介制だから、あんまり入れないけど、紹介がないと。じゃあ、お願いします。チャンネル登録と SNS のフォロー、高評価よろしくね。バイバイ。なんなんこれ、小銭。なんなんこれ、え、お寿司の神様。いや、なんかちょっと自分のじゃないと縁起悪そうなんだ。あ、はい。なんかそれ失礼じゃない。縁起悪そうっていうか、効果がなさそう。お寿司の神様なの。違くね。わかんないけど、お寿司の神様だと思う。水の神様じゃない、水神って書いてあるから。もう俺がお寿司の神様って言ったら、お寿司の神様。なんかさっき神社にいた人映した。まあちょっとだけ映った。まあ顔は映さないであげてほしいんだけど、めっちゃグレーの話してたよ。なんかこうにしときゃこうだからみたいな。なんか観光客に見られるから写真撮影は絶対すんなみたいな。うんうん、そうだ。なんかこうにやってりゃ業者っぽくて入れるからみたいな。まあダメだからね、業者じゃないと入っちゃいけないから。こうになんとかって言っときゃ入れるからって言ってたあいつら。悪いやつだな。なんでさっきさ、ここにお参りしたかというと、やっぱ最後は神頼みじゃんか。ちなみに俺は2回飲食店で失敗してるからな。3度目の正直。3度目の正直。1回目は18歳の時、2回目は30歳の時で、1回目はお店オープンしてすぐ東日本大震災が来て、2回目はコロナが来て。俺が飲食店やると災害が起こる。で、まあ今中だから。そう、だから中に逆にやっちゃおうっていう作戦だよ。でもね、なんかワクワクしてきたな。